はい、アルファ1マーク2のね、ハンズオン会なんですけども、バスケですね、バスケの、デモンストレーションのコートに来ています。まあ、時間も短いんでね、さっさと撮ってきますけども、まあ、ファインダーがね、相変わらずものすごく綺麗だなっていうところですね。で、やはりオートフォーカスは相当早いんですけども、うわすごいな、これが撮れるの、これ相当いいね。これもうちょっと早くしないといけないな。あー、これいいっすね。レンズは何ですか？レンズは70-200 の GM2 ですね。はい、あー、なんか喋ってますか？あ、いいねいいね、喋ってないよ。オートフォーカスはやっぱりね、9-3譲りですね。はいはい、うん、今の、今の長距離いいね。設定はどんな感じですか？今、設定、何の設定？ワイドとか。ああ、そういうことね。今はトラッキングスポットの L。 L、 じゃあ真ん中。あ、真ん中ね。そう、まあ、これぐりぐり動きますけどね。はい、はいはい、真ん中設定で、じゃあ比較的あとはもう拾ったら勝手に追いかけるみたいな感じ。そんな感じですね。おお、これ今30コマ。30コマ、はい、はいはい、どうですか、 バッファーはどうですか。バッファーちょっとやってみようか。これ今ロープラス JPEG けど、どうなんだろう、まだこれで今開放か。これも開放、さっき詰まったんですよね。あの、チリ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 チャッチャッチャッになってからね、うん、はい、あー、この方向いいな。もうバスケ取るならこっちの方向だな。向こうから取っちゃダメだね、絶対こっちが綺麗。いいね。どうですか、9-3と比べて遜色。まあほぼ一緒。最初ね、ファインダー覗いてない状態で上のモニターでやってる時はなんか劣るかなと思ったんだけど、ちゃんとファインダー覗いて撮ってる感じだと、まあほぼ9-3ともう遜色ないですね、はいはい、でこれが5000万画素で撮れると思うと、これなかなか熱いものがあるですね。しかもやっぱりバリチルなんでね、当然こういう形で、まあ、超ローアングルもこういけるわけですよね。要は綺麗、うん、鮮やか、色濃いな。うー、これいいじゃん。これ縦対応してんの、これ、あれしてない、うん、縦対応ってどういうこと。メニューは縦になってないよ。メニュー縦にならない。ならないね。あ、ならないの。うわー、すごい、今のよかった。これ多分いいの撮れてるよ。これきれい。小さいのも結構補足するね、はい、小さい状態でも。お、今よかったよ、はい、よかったよ、ね、これどうです、ね、終わりということで、はい、あ、もう終わり、終わりです、はい、早いけど、はい、さっきよりが取れた、はいはい、ちょっとね、だいぶ慣れてきたっすね、はい、さすがにこう3回4回でやっぱ座らせてもらってるんで、アルファはマーク2にこの時間帯の中でも順番ちょっとずつこう体が慣れてきました、はいはい、でメニューの表示なんかも、ね、若干違うんで、はい、やっぱり従来のアルファ9-3と比べて若干慣れる必要があるのかなという気はしますけども、まあ、ほとんど変わらないですね、はいはい、まあ、非常によろしいです、はい、ちゅうかあれだね、9-3用のこのバーチカルグリップいいね、これ。一応本格的に使ったの初めて。うん、あのね、持ってないんですよ、買ってないんですよ今回、はいはい、これでも結構いいね、これちゃんとこう指が引っかかる、ここ、うんうん、グッとこう、ね、ちゃんとホールドするっすね、はい、いや素晴らしい、はい、バスケコーナーからでした、はい、はーい。
し。はい、ですね、2870 F2 ですね。新しい GM レンズ。まずね、もう見た目めちゃくちゃかっこいいです。太いなと思うんですけども、全長がかなり短い。フードも相当短いですね。デザインは相当いいですね。で、まあ、なるほど。ここはね、軽いですね。フォーカスリングは軽い。あと、これ繰り出しも少ないね。ね、短いよね。ね、全長変わりがあんまないですね。じゃあちょっと一回早速見ていきましょうかね。うわ、玉ボケ綺麗だけど、なんか絵的にはなんか なるほど、こういう感じか。まあこのセットがいいか悪いか別としてはい、はい、非常に美しいですね。ただまあ今モニターを返してるんでね、まだ全然色がよく分かってないんだけど、あーでも 70mm でこれか。なるほどね、あーそういうことね。こっち見た方がいいな。あーこれいいじゃん。あ、横にしたいかな。フリッカーすげー出るな、このプレビューで。いや、綺麗綺麗綺麗、すっごい綺麗だね。これはいいっすね。フォーカスの追いは、まあ、こういうのは多分嫌だよね。おお、まあまあもういいねこれね。これいいっすね。ズン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 、おお行くの？あ、すごい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 。うわ、ここだ。あ、すごいねこれ。あ、これすごいね。思ったより短いね。しかも全域。全域値の強いですねこれ。ですね、はい、皆さんこんにちは。ですね、アルファ1マーク2のハンズオン、でございますけども、ちょっとね、さっきまでここにモニターがついた状態でね、結構やってたんでね、今度はちょっと素の状態ね、この素っ裸の状態で、まあちょっと触った感じなんかをね、おしゃべりしていきたいなと思うんですけども、まずはね、これを忘れちゃいけませんね。じゃん、ネクストレージさんのタイプ A でございますね。それ 4.0 ですか？これ 4.0、 あ、聞かれか、それ忘れてた。これ 4.0 じゃございません。はい、まあ、これをね、忘れないように差し込んで、はい、でまずはね、この体験会で大事なことはですね、まずは、ね、設定をですね、触らないかんところで、はい、ここでまず数分やられるわけですね、はい、まず設定が JPEG プラスローにしまして、JPEG の画質をエクストラファインにしますと。はい、で私の大好きなフォーカスエリアは、トラッキングスポットですね。はい、はい、トラッキングスポットがね、はい、これがね、ほら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 、これ一番でかいの XL、うん、で LMS で XS と、これ多分ね、枝の隙間からなんかいろんなものを狙ったりとかするときに、ちっちゃいな、ちっちゃいちっちゃい。それは9.3からついたの？9.3からついてる、って言われたね、言われた。そう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 、ライブ中にね言われましたね。じゃあまあちょっとこんな感じでいきましょうかね、はい、でモードはですね、マニュアルモードですね、で単発になっております。まずはね、はい、ちょっとねファインダー見てみましょうか。あ、これここ見て明らかにでかい、はい、ほら分かる、これ全然出てる出てる、でかいでかい、柔らかい柔らかい、プニプニしてる、はいはい、なんかこうちょっと下からとか引っかかっても取りにくいとか、そうそうそう、プニプニしてる、そう、なんか動きは平気、これ結構ちゃんと平気だね、グニュって、うんうん、じゃあちょっと見てみましょうかね。じゃあ行きます。あ、強烈な笑顔ですね。あのね、ファ
ファインダーが綺麗。そう綺麗。俺もちょっと。あ、これファインダーがアルファ1とスペック変わってないんですけど、うん、明らかにチューニングが変わってて。ナインスリーと比べると。ああ、まあよく似てる。よく似てるけども、こっちはちょっと綺麗かな。あ、まああとその。これめっちゃいいねこれ。それでちょっと気持ちいいかもみたいな。ああ、あのね遮光されるのがいいですねこれ周りが。ね、すごくなんか、うん、で影になるからすごく没入できるんですね。こういうこうしてるのと同等の効果があるんで、はあ。後でこの写真は画面でね。ああ、なるほど。これシャッターはまだ撮ってない。撮ってる。シャッターはこれ多分アルファ1と一緒ですね。はいはい、初期画と一緒です。全く同じ音がします。わあ、ボケ綺麗だなこのレンズ、すごい。小さいもそうだけど、このままがこの小ささでこのうちなら旧大点じゃない。いやすごいですよこれ。あと、繰り出しのこの少なさ、うん、こんだけしか出ない。1センチくらいしか出ない、うん、これも優秀ですね。これはいいですね。次はですね、今回の α1 Mark II にですね、設定されているですね、検出対象の自動化。あ、いいねいいね。これね、これ見てわかる？これほら、はい、もうニャンニャン、ワンワン、鳥さん、人ね、こうアイコン全部集まっております、ここに。これはなんか、はい、オートの中にアルファ4ビームとかってですね。そこちょっと後で意見具志とかなんかね、それね。ひげ親父と。そうや。あと逆に反応してシャッター切れるとかさ。うまいね、それ。うまいでしょ。俺今日結構切れてるでしょ、今日。ねえ。ねえ、ギャグ検出。でも面白くないとシャッター切れないよ。うまいね。うまいね。そんなことでございますけどね。はい。まあこのオート、はい、時間がないからね。時間ないから。無駄なことしてる時間ないんだよ。ねえ。はい、行きますよ、じゃあね。検出対象、オートでございますね、はい、この状態で、じゃあ人をね、あ、もう来てるもん、ほら、もう来てる、もう来てる、来てる。さすがにこんだけやると、あ、お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 、今見た、うん、来る今見た。ちょっとわざと外しましょうか、手前にね、ほら、ちょっとわざとこれ手前にこういうのがあるんですよ、うん、はいはい、わざとちょっと手前にやっといて、はい、両方ともボケボケです、はい、ボケボケ。この状態で、いきますよ。おっ来た。でこれ、おお、玉ボケいいね。玉ボケむっちゃいいねこれ。で寄ると当然でかくなってますね。はい、はい、相変わらずメカシャッターいいな、アルファ1の、はい、ドクッドクッてこうね、うん、あー行っちゃった。あー、これちょっと行っちゃった。あー、けど一回見、あー、来た。ポートレートは何の問題ないね。いいっすね、うん、このレンズいいな。うわ、相変わらずファインダー綺麗、うん、ファインダーマジ綺麗よ、うんうんうん、本当にいい。これはね、ちょっとモチベーション上がるっすね。いや、でも活動限界が参りましたね、はい、というわけでございましてですね、はい、まあ、非常に良好という形ですね、はい、ファインダー本当綺麗です、はい、あの明らかに違うですね、これはね、あの従来のアルファ1持ってる方も十分満足していただけるんじゃないかなというふうに思いますね。という形でね、アルファ1 Mark II と新型の 2870F2 の GM でございました。